埼玉県の越市にある D 大学のトイレの話です。 D 大学の校舎は中央棟のほか全部で5つあります。そのうちの1つの校舎の1階の男子トイレには1枚も鏡がありません。その他のトイレには男子トイレも女子トイレももちろん手洗いのところに何枚かの鏡が備え付けられています。その理由というのが、そこのトイレに鏡をつけておくと、手を洗っている時にふと鏡を見ると女の人の霊が映るというのです。その昔 D 大学にも応援団が存在し、そこの団員が一人の女生徒をそのトイレで輪姦し、その女生徒がそのままトイレで自殺したというのです。その女生徒の霊が鏡に映るそうで、そのトイレから鏡が全て外されたということです。どこまで本当の話か分かりませんが、そこのトイレに鏡がないのは本当ですし、昔応援団が存在したのも過去の卒業アルバムで確認しました。 D 大学在学中の方がいたら、一度そのトイレに鏡をつけてみてはいかがでしょう。